相手の命を絶ちに来たか。体力の消耗をして、なおもっとも破壊力のある技で。だがこの決断は十分予想できたよ。これが最後の攻撃だ。やばい、踏みこまれた。ダメだ。電気ロールの回転をシャットアウト。頼みの綱が切れた。行け、一気に切り崩せ。 今だ。リバーブローが刺さっている。直撃された。カウンターだ。アバラを3つ持っていかれた。挑戦者悶絶。チャンピオン腰を落とす。ガゼルパンチ。首を引っこ抜いた。これはベルトを奪った時のフィニッシュパターン。初めからこれを狙っていたのか。 この流れの次は嵐のようなデンパシェーロールだ。逃げろ、そこから逃げろ。逃がすな、仕留めるんだ。倒れろ、倒れろ。もうなしが、続かない。耐える、耐えるんだ。幕の内は僕の攻撃を全て耐えたじゃないか。 君はもう動けない。僕の勝ちだ。体がきしむ。足腰が粘らない。全てを出し切った。これで倒れなかったら僕の止まってしまった。幕の内のパンチが返ってこない。 耐えたぞ。僕の勝ちだ。この強いチャンピオンに勝った。どうだ、幕の内一歩。フィニッシュじゃ。さらだ、押せば通れる。小僧まだ終わっとらんぞ。最後の最後まで諦めてない。 動く。辛落ちて神経がつながっている。パンチをもらってないのに倒れるわけにいかないよ。倒れるならもう一つ、せめてもう一つ、これを当ててから。バカな、動けるはずないのに。 撃ち込めばとどめじゃ。高層の強打が見る影もなくなってしもた。終わりだ。僕の勝ちだ。 挑戦者全員力尽きた。またしても逆転 KO。 幕の内一歩、初のタイトル防衛。
幕の内。マクロンさん、小僧。日本フェザー級タイトルマッチもいよいよ大詰めか。激闘の果てに勝利の女神はどちらに微笑むのか。王者のプレッシャーがかかる。幕の内後がない。誕生、その名も幕の内一歩19歳。